どうも、イこイです。今回は伝説となっているハロプロのオーディションを紹介していきたいと思います。まずはこちら。スマイレージ新メンバーオーディション。2011年に開催されたスマイレージ初のオーディション。落選者の中には当時、エッグ有望株の宮本佳林ちゃん、素人時代の宮崎ゆかにゃ、藤井りおちゃん、小田桜ちゃんと大変豪華です。3次審査が動画サイトで生配信されたので、 記憶に残っている方も多いのではないでしょうか。合格者は後の2期メンバー4人と小菅冬香ちゃん。合格発表時のスカートカットの儀式は衝撃的でしたね。次はこちら。モーニング娘。14。ゴールデンオーディション。2014年開催。合格者はハーチェルの2人。このオでは最終選考者9人中8人がハロプロでデビューしている奇跡の世代です。カントリーのオゼコとウタちゃん。ツバキの3人。 そして、アンジュの神子ですね。当時中学生だったメンバーも、現在はみんな成人し、ハロプロの中核を担っています。次はこちら。11期すっぴん歌姫オーディション。2012年開催。合格者は小田桜ちゃん1名のみ。こちらの王でも最終選考者6人中、5人がデビューしています。ビアライブを歌いながら涙する浜ちゃんや、最終審査での小田ちゃんの熱唱など、 名場面がたくさん生まれたオーディションでした。最後はこちら。オンリーユーオーディション。2019年開催。合格者はシーズニングスの3人と伊勢玲らちゃん。46億年ラブを踊る3人の姿や、合格発表時の涙は何度見ても感動します。近年ハロプロのオーディションは増加傾向にありますが、個人的にはこの結果が影響しているのではないかなと思っています。4人の躍進を実感した事務所が、 一般加入を積極的に行うようになったのではないでしょうか。また、3次審査進出者の中には、お茶の間のマドピア、小野田カリンちゃんもいます。今後の活躍にも期待大ですね。いかがでしょうか皆さんの思い出に残っているオーディションについても、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。では、ここまでご視聴いただきありがとうございました。今後もこういった動画を投稿していきますので、良ければチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。 では、バイビー。